できたぞ。フリッツさんを呼んできますね。どうでしょう。ああ、いい剣だ。そうですか、よかった。なんだ、自信がなかったのか。2本1組で使う前提のものを作る機会はあまりないですからね。え、そうなんですか。ああ、基本的に剣は1本しか持たないからな。もう片方は盾を持つことが多い。それに2本持つくらいなら大きめのものを1本持つ方が有利なんだ。言われてみればモニカとジュリオさんはそうですね。慣れれば双剣もいいものなんだろうな。フリッツさんはどうして2本使ってるんですか。そっちの方が不測の事態に対応しやすいし、一人で多数の魔物と戦うには向いているからな。とにかくありがとう。大切に使わせてもらおう。フリッツさん。おお、ソフィーか。どうかしたのか。私、フリッツさんに改めてお礼が言いたくて。プラフタのことありがとうございました。プラフタもすごく気に入ってるみたいですよ、あの体。それは何よりだ。私もこだわった甲斐があったというものだな。どうだ、もしよければこれから私がこだわった箇所について一つずつ話をしようか。それはまたの機会に。そうか、それは残念だ。しかしプラフタの体作りは私もいい経験になった。まさか人形に魂を宿らせることができるとは。錬金術とは本当にそこが知れんな。そうですね、私もまだそこまで錬金術には詳しくないけど、でも錬金術って本当に夢みたいな力だなって思ってます。私は門外漢だから参考にならんかもしれんが、君は筋がいいように見える。せっかく持ち得た素晴らしい術だ。このまま修練を続けるといい。はい、ありがとうございます。しかしプラフターを見て思ったのだが、自立して動く人形というのもいいものだな。今度人形劇に取り入れられないかどうか考えてみるか。それも面白そうですね。あれ、あれってレオンさんとフリッツさん。なんだか珍しい組み合わせだな。何を話してるんだろう。驚きね。まさか自分で人形の服まで作っていただなんて。やはり自分で作った人形には自分で作った服を着せてやりたいじゃない。なるほど、そういうこだわり嫌いじゃないわ。君は腕のいい仕立て師だと聞いた。何か服作りの助言でももらえればと思った。そうね、やっぱり人間の服も人形の服も基本的な考えは同じだと思うの。小手先の技術よりも似合う服はどんなものなのか、それを考える方が大事だと思うわ。なるほど。どんな服が似合うのかを考えるか。ごめんなさいね、抽象的な話で。いやー、助かる。君のような本職の仕立て師が言っているのだ。それはきっと真理なのだ。私も次に人形の服を作るときは今聞いたことを参考にしよう。ええ、ぜひそうしてあげてちょうだい。ああ、今日は貴重な話を聞くことができた。それでは。いつでも来てちょうだいね。人形のお洋服まで自分で作ってたんだ。そんなことまでできちゃうなんて、フリッツさんってすごいな。